いいだろう。ウープバトルスタート。このログってさ、片付けれる。ショータイムだ。全決戦です。ショータイム。このログって片付けれるのか。あら、オンピーさんが2回目の全決勝取った。ごめんなさい、ちょっと見れなかった。あれ、なんか画面が変だな。ちょっと待ってね。あ、ヒカライトさん攻めていった。大きめの、めちゃくちゃ大きめの2連鎖に対して4連鎖。さすがに4連鎖の方が大きかった。大丈夫か。大丈夫です。すいませんでした。オノピーが、つながっている。うまい。7連鎖に対してヒカライトさんが紫のクッションがめちゃくちゃうまい。え、これ後ろ入らない。あー、ギリ入らない。うわー、あと1個ずれたら紫黄色赤入ってプラス3連できたんですけど、惜しくも入らず。L2 押す ?L2?L2 L2 って何？消えた消えた。よかった。さあ、5先です。5先。5先の試合です。さあ、2人とも綺麗に綺麗に GTR で、多重も仕掛けて、さあ、先に動いたオノピー2連鎖に対してヒカライトさんしっかり見てますね。4連鎖で対応していきました。それに対してぶっ壊し気味で本線を打っていったオノピー選手で、つながって大きい大きい連結の8連鎖。それに対して、6連鎖が止まらない。まさかの2本連襲オノピー選手です。去年の国体より2人とも強くなってる。もうすぐ国体ですからね。さあ、2人とも早い。迷いがない。土台を組み上げていきます。ヒカライトさんいいですね。キープは乗せずに土台を構築。モノピーがちょっと縦長い形がたくさんできちゃって、1回消化します。1回2連鎖で消化します。さあ、それに対して4連鎖でしっかりと対応していきました。さあ、青の発火点を見つけ出して、これはキープは乗ってない。4連鎖で、刻んでいく。さあ、それに対して3連鎖だと1段振ってしまったが、さあ緑で発火できるぞ。7連鎖に対して、何連鎖だろう、9連鎖連結。セカンドがだいぶ構築できてたんですけど、ちょっと発火まで間に合わず。しょ、はい。お互い GTR なんですけど、ヒカライトさんが連鎖日中心に、オノピーが、左側中心に、組み進めていくって形で、さあ大きく動いたのはヒカライト選手。あー、埋まってしまった。ちょっとね、2連鎖目の連結が8以上、なんかちょっとよく見てなかったですけど、連結めちゃくちゃでかかったんで、まあ、ほぼほぼ2ダブですね。ほぼほぼ2ダブでした。いやー、めちゃくちゃいい勝負。さあ、お互い全く同じ GTR ですけど、本当に個性がすごいですね。さあ、単発一旦受け。さあ、単発オノピー選手に対してヒカライト選手2連鎖。さあ、上部まで差し掛かっているのはオノピー選手の方だ。さあ、これはイバラでしょう。イバラからのこれ本線だ。すごっ、気づかんかった。カライト選手、あれ、カライト選手は赤乗ってる。すごい、でっけえ。
モノピー選手13連鎖7万8000点に対して、あ、見てなかった、暴発飛んじゃった。ゴミプヨが邪魔したかな、ちょっと見てなかったですけど、はい、3対2、どっちも頑張ってください。さあ、オノピー選手は結構座布団つきますね。ヒカライト選手は万字型 L と L 組み合わせた形を DTR の上に作る傾向にありますね。3連鎖がこのまま刺さってしまう。ただただヒカライト選手ここで待ったをかけれるでしょうか。さあ、追われる側のプレッシャーを感じるこのピー選手。さあ、大きめの2連鎖に対ししっかりと4連鎖で対応していきました。これは対応手がない、あ、発火していきましたね。本戦で発火していきました。ストライド選手どんどん連鎖秒を足して発火、余裕を持って発火していきました。ちょっとマルチ、めっちゃマルチ、5取りの7連でしたかね。ワンワンコ、ダンサーいらっしゃい、こすってるって何コスプレしてるって言ってよ。4対3ですね。オーティさんお疲れ様でした。何 ?05 だと、めちゃくちゃ乗ってるな、ゆべさん。さあ、お互い紫邪魔だったんで、単発消化。さあ、3連鎖上手に、右側で作り出したのに対して2連鎖で対応。さあ、大きめの1連鎖。あー、これは、いけるけど、大丈夫か、どうだ、紫ダブルだったら消せたんですけど、うわいいだろう、なんかノリできる。さあ、始まりました。左側ともくん選手、右側ひつらさん選手です。さあ、お互い綺麗に土台を積み上げていますね、美しい。さあ、若干ともくんの連鎖日が中盤寄りになっているような。さあ、2連鎖に対して2ダブ、さらに4連鎖で対応。これは緑乗ってない、あー、そのまま刺さってしまった。これは夢だ、皆さんへ感染ありで部屋建てお願いします。としきさん、みんなにアナウンスお願いします。ローサさんが入る可能性があるので、必ず部屋立て、感染ありで部屋立てお願いしますという連絡をお願いします。さあ、3連鎖ダブルが飛んできた。これはそのまま刺さってしまう。1連鎖でちょっとずつ消化していきたいとこだが、色が噛み合わず1本取り返しました。ちょっと名前が長くなっちゃうので、ともくんとスラさんと呼ばせていただきます。さあ、お互い土台を構築していく段階ですが、さあ、右側を使って大きく3連鎖を打っていきました。スラさんに対してともくんが4連鎖でしっかり対応。さあ、ちょっとぶっ壊しながらの、対応だったんですけれども、これがうまく刺さっていきましたね。さらに3連鎖の追い打ち、これは効かないぞとばかりに2連鎖ダブルからの3連鎖。さあ、お互い形が崩れているが、ともくんは持ち直しているぞ。さあ、右側を使って2連鎖ダブル。さあ、スラさんが、あ、これうまいですね。本線掘り出していきました。8連鎖連結。
さあ紫があと1手。あトナミルの方でなんかアナウンスとかしてもらえると嬉しいです。もうすでにしていたら大丈夫です。さあ1対2めっちゃいい勝負。さあともくんが座布団座布団布団布団もはや布団布団を敷いていく。さあ2ダブに対して大きめの2連鎖だったんですが2ダブの方が強かったですね。さあ2連鎖の追い打ちスラさんに対して布団を崩していきました。ともくん選手5連鎖対応5連鎖対応ですね。で赤を発火点に切り替えてさあスラさんが8連鎖に対してこれはあ、うん紫降ってきたマジ7ダブマジか。4連鎖で足りない世界戦。しかも絶句集じゃん。絶句集じゃないですか黄色消したらマジで。いやさすがにトモくん厳しいだろうってちょっと思ったんですけど、まあ魔術師ですね。さすが幾多の大会を優勝してきたトモくん格が違います。格の違いを見せつけていきました私に。さあ2ダブ3連対して3連差ダブル連結数の差ですかね。スラさんの方が、まあ、1個強かったですね。トモくんの方にお釣りが1個振っていきました。さあ2連鎖に対してしっかりと3連鎖で対応していきました。それに対して、まあ、3連鎖でしっかり対応してますね。素晴らしい対応合戦。あースナイパースナイパーすら私がトモくんだったら発狂してる。さあ2対3、今日のスラスさん乗ってますね。いつも以上に乗ってますね。さあお互い土台をどん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 構築していく。さあ単発に対してさあ2ダブ回しがうまい3連鎖で対応していきましたが1個釣りが振っていきました。さあ2連鎖大きめですね。ね2連鎖目がね5連結とか6連結だと強いです。さあ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 本線に対してあ意外と短い意外と短いことが功を奏しスラさんが取っていくいや伸ばしに行ったんですよトモくん。あスラさん本線やっていうのを見て伸ばしに行って色がまあちょっと噛み合わず感じですね。もうちょっと時間あったら全然調節できたと思うんですけどトモくんだったら。さあ単発さあお互い単発で牽制していく。さあでっけえなこれ2鳥3連に対してこれは付き合ってらんねえぜっていうことで本線を打っていきました。これいいですね赤も入ってる黄色入れたかったんだろうな。11ああ発火できずパターン9スナイパーのスラスナさん名前変わっちゃってる。3対4お互い土台を構築していく。さあともくん連鎖ビーっすね。さあスラさんも盤石な形だ。さあ2連鎖が飛んでくるのに対してしっかり3連鎖ダブルで対応していきました。あこれを2ダブで対応してしまう。うん追い打ちが決まっていきました。素晴らしい追い打ち能力。さあちょっといつもと違うともくんの形ですね。さあスラさんはいつも通り GTR、まあ、ともくんも GTR なんですけどちょっといつもと違うなっていう。さあ大きく動いたスラさん3連鎖ダブルに対して
これ実は本線、実は本線。さあさあどうする。さあ8連鎖、8連鎖に対してソラさん伸ばして、青と黄色で伸ばしてからの発火。これはしめしめといったところですかね。あ、しかし繋がってない、後ろが繋がっていないとなると連鎖、あ、どうだどうだ、あー5連鎖ダブルが、うわっ、どうなる、あー緑が厳しい、緑が覚えてろ、緑が準決勝とも VS リベ、いいだろう、プープーバトルスタート。はい、左側トムくん選手、右側リベ選手ですね。さあお互い土台を構築していくですが、あの綺麗ですね。リベさんがめちゃくちゃなだれ、あ、第2折りに入った、早い、めちゃくちゃ早い。今日のリベさんは乗っていると聞いている、乗っていると聞いている。さあ4連鎖に対して3連鎖だと足りない。あのすいません、ユーキ VS ピポニア、あののピポニア選手の観戦、あの乗り遅れてしまって見れなくなっちゃいました。ユーキ選手の配信で、気になる方はご覧ください。はい、 CM。さあトモくんの連鎖日いいな。さあ華麗に崩して3連鎖、あ HTR ゾモさんありがとうございます。アルルかわいすぎー、あースパチャありがとうございます。やったー、いやなんかクローサカップの時コスプレしたらよかったなーってちょっと後悔しとったけん、今日はコスプレした、ありがとうございます。さあ9連鎖に対してリベさんも、ただこれ緑が繋がらないから、あ7連鎖だと足りない。さあ2本目はトモコ選手が1本取っていきました。さあ1対1、お互い土台を構築、さあまだまだ構築、まだ動かない、早く動けばいいってもんじゃないんですよね。さあ先に動いたリベさん、リベプロ2連鎖に対してこれ本線ですね。この緑の緑のクッションうますぎでしょ、多重。これ14連鎖もあったの、14連鎖95000点、やばい、紫が紫してました。さあトモくんが2本目をむしり取っていきました。さあ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 どうするどうする、こもりべだっていうコメントありますけど、さあトモくんの連鎖日がちょっと怪しい、ちょっと不穏だ。さあリベ選手めっちゃ盤石。さあ仕掛けていった、大きく仕掛けて5連鎖。さあ単発とかぶっちゃった、むご苦労であった。ピポニアさん、ゆきくんがリードか、クロウサさんないなと思ったらトモくんだって、クロウサなわけないじゃん。ちょっとクロウサってことにしよう、私がやってます。結構トモくんが右側重視で組んだって言ってますね。さあ4連鎖に対して3連鎖トリプル、結構振りましたね、思ったより振った。さあ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 単発に対して単発、さあ2連鎖に対してはさあこれも2ダブで刻んでいく、これが刺さっていく。てっきり4連鎖で対応するのかなと思ったんですけど、
いい感じに2ダブで刻んでいきましたね。さすがトモコ、上級者は違うぜ。あ、違う違う、当たっちゃった。トモコ当たっちゃった。さあ、お互い GTR 得意の形。さあ、トモくん、GTR の上が万字の形。さあ、お互い多重を構築しながら、で牽制を掛け合って、さあ動いていった。2ダブと見せかけて3連鎖、これはでかすぎる。リーチをかけています。しかし今日のリベさんは乗っていると聞いているので、こんなところここで、素直にやられないのがリベさんだと思います。さあリベ選手がいいですね、座布団多重どんどん引いていきます。さあトモくんは L 字が多い形ですね今回。さあちょっと単発が、あ、降ってこなかった。さあ2連鎖に対して、これ受けたくない。あー、これうこ、回しの天才。3連鎖、あー、何回色噛み合わんな、何回色噛み合わんな。いやーね、ちょっとね、黄色赤とかで発火したかったんですけど、妥協発火していきますね。青で妥協発火していきました。9万4000点のリベさんに対して、あっ、ねえ、あの、うん、プラス2ぐらい、えプラス 3?プラス2か、プラス2あった、12じゃなくて14、違う15 14 15 14、連鎖15連鎖コースやったんですけど、ちょっとね噛み合わず妥協発火したことによって12連鎖止まりになってしまいました。さあマットをかけていったリベス選手、さすがですね。さあ、え、トモくん本線、マジか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 。さあ7連鎖に対して、5678910、え、9連鎖デッキし、やばこれは投了しました、トモくんであります。アルフさんの真似、あ、ちょっと愛媛のアルフなんで、はい、あ、14連鎖ですね。トシさんありがとうございます。さあ平らに組んでるのはリベ選手ですね。トモくん左側に厚みがある形。さあ、あ、イバラ。さあお互いイバラだったんですけど、トモくんの方が連結が多かったですね。さあトモくん仕掛けていった、これ緑までですね。5、6、6連鎖。6連鎖に対して、これはどうなってんだ？ん？ 5 連鎖？ん？ 7 連鎖？ 7 連鎖ありました。うまい。めちゃくちゃうまい。さあ、これは7ダブ8連。に対して、連鎖日しっかり足していったリベス選手。これ、どうだ？すげえ！ 8 連鎖ダブル！帰ります！帰ります！さあセカンド、トモくんセカンド、うわ、4連鎖でギリギリ返していく。すごい、すごすぎる、やばい。さあ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 、第3ラウンドスタート。さあ2連鎖でお互い牽制しやかけていく。さあ単発を受けたくない。さあ2ダブ、さあ仕掛けていきました、リベスさん。これは本戦ですね。赤まで入ってる、9連鎖。どうだ、え、そこハッカーでいいの、トモくん合ってるっぽい。やばい、すごいすごいミラクル、すごいすごい
すごい動線の連鎖だ。7連鎖ダブルだとギリギリ足りない。さらに4連鎖。ぷよぷよバトルスタート。これが3位決定戦か。どんな世界戦なんや。はい、左側テポニア選手、右側トムくん選手です。で、ちょっと名前長いのでテポニアトムくんと呼ばせていただきます。さあ反発に対して2連鎖牽制牽制。さあ黄色を高くすることによって受けれる形にしていきましたね、ピポニア選手。あ、結局ピポニア選手って言っちゃった、もういいや。はい、本戦打っていきました。これ鶴亀ですね、得意の鶴亀だ。青まで入って13連鎖。さあこれトムくんも打っていきました。うまい。ほぼ全消し、ほぼほぼ全消しですね。8万点を超えることはできるのか。さあ14の刃が飛んでいきました。さあ96000点、オッケー。それに対してセカンドで返していく。ゴリ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 セカンド11連鎖。いや筋トレしてるだけありますね。はい、ピポトもこれがなんと3位決定戦です。ポニアさんすごい形だな。なんだなんだねあれは。メリット内なのか。すごいすごい構築の仕方だ。多分マジで迷路だった。めちゃくちゃ迷路だった。さあ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 5連鎖仕掛けていったのに対して対応手がしっかりあるが4連鎖だと5連鎖の刃を返せない。さらに追い打、世界の追い打ピポニア変形メリですかね。いやすごい形だったねマジで。黒沢さん左側ですよね、すごい形です。いやなんかちょっと神あの、ピポニアの神降りてきた。いや ピポ私の中のピポ降りてきた。単発からの2ダブ、それに対してしっかり対応していきます。ともくん4連鎖。さあ右側を大きく崩して4連鎖対応していきました。さらに4連鎖。どこまで4、え、めっちゃ4連鎖持っとるやん、すごすぎ。いつまで4連鎖できるの。さあ赤が欲しいピポニア。さあ2ダブに対してこれすごいですね、3連鎖。黄色はつながらなかった。3連鎖。さあいやめっちゃいい形、ピポニア選手伸ばしやすそう。さあいや1回刻んで、なんかちょっとやりづらそうになってきた。さあトモくんがこれは本戦。さあピポニアさんがキープ用が乗っていなかった、なんか乗せにくい形でしたよね。キープ用が乗せにくくて一回消化しようってしたところに、まあ、トモくんがまあなんか相手苦しそうだから打っちゃえみたいな感じで本戦を打って、でなんかまあそのままトモくんが取っていったっていう印象ですね。さあポニアさんの形すげえな。何ウサちゃん偏見自在すぎやろ。いや茨、まあ愛媛のアルフにもなるし、まあピポニアさんも降りてくるし、まあ、25人のモモケンさんも勝っとるし、まあ、トモくんにも変身できるし。さあこれ6連鎖。ちょっとトモくん形崩れた。ドダブパワーで返していく。なんかお互い形がすごいぞ。さあ右側使って 4連鎖。4連鎖に対してこれは本戦ですね。これ7連鎖あります。
さあセカンドを打っていくが、これはね、うん、緑までで4連鎖ですね。選手の心理はね分かっちゃうんで、全部分かっちゃう、全部分かっちゃう。トムさん降りてきた、私の中のトムさん降りてきたわ。実質最強、イエーイ。ピオニアさんがなんか悪いこと考えとる気がする、悪いこと考えとる気がするけど、どうだ。にらむ、あはー、トモくんもにらむ、すげー。なんで今のは、あ、もう無理かってなったんかな。お互いクソデカにらむ。まあ、ピオニアさんのに、ピオニアさんが悪さを何か企んでいるっていうのは、もうトモくんの目にはね、もうハキハキと映ってるんですよね。さあ単発に対し、まあ、一回受ける形になりました。ともくんであります。みんなであります。さあ一回上の黄色と赤消して2連鎖。さあこれは本戦ですね。本戦打っていきました。これメリドダイですかね。するかめ、するかめ。さあトモくんも合わせて打って打ってきた。さあでけ、13ダブ13ダボ、9万2000点に対し、これはオーマイガー、11万点あーでも惜しかった、ひもじゅうさんも惜しかった。あと1万点あればいい。あと1万点3対3、めっちゃくちゃいい勝負ですね。さあお互い、お互い、ん、お互い GTR じゃないか、珍しい。でけえ2ダブだ。さあ3連鎖で対応、ちょっとちょっと痛い。しかし3連鎖ダブルで負けじと仕掛けていく。3連鎖だとちょっと受けてしまう。割り込み、割り込み、割り込み、5連鎖刺さっていきました。紫がねキープ用で欲しかったんですけど、全然紫来てないね。まぁ、ちょっとね運が良かったっていうのもありますが、まあ割り込みをすることによって相手に時間を与えないっていうピフォニアさんの作戦が、キラリと光りましたね。10万点が当たり前で視聴者も驚かなくなってる。私はいつでも驚きますよ。私は10万点打てないんで、いつだって驚きますよ。いつだって大丈夫。3連鎖、あー2連鎖、あーなんか嫌なとこ刺さったなぁ。3連鎖で刻んでいくピコニア。さあ2連鎖で軽減。ちょっとトモくんフィールド狭くなってきた。キープ用乗せましたね。乗せて、まだ打ちたくないけど、打つか打つか打った。さあピコニアどこまで伸ばせるか。なんかややこしいな、この形。よくわからん。さあ、9連鎖ターボールに対して、あー一応緑ハッカーやったんかな。あれ繋がる？なんか5先とは思えんぐらいいい試合ですね、全部。なんか接戦しかさ、私今回は、観戦してなくない？接戦しか観戦してない、2ダブいきなり付き合ってらんねえぜ。で、本戦打っていきました、ともくん。最後の試合でこれする？最後の試合でこれする？ピフォニアさん。これで勝ったらすごいよ。さすがにパターン級どちらが最強か決まるぞ。どちらも頑張ってください。決勝間に合った。いやー、これは絶対見逃せない試合になる。そう私が予言できる。予言師でも何でもない私がそう予言する。さあ中盤に寄っているか、野良助親衛隊。うわニットリーお願い。以上
お知らせも要チェックや。彦一おる。コメント欄に彦一おる。さあ、あのね、1試合目で結構「そんなことする?」みたいなことを仕掛けるのは結構いいと思う。さあ、いばら。お互い、細かく細かく牽制し合っていきますね。さあ、大きく動いたリベスさんが、これは本戦、本戦6連鎖ダブル、6連鎖ダブルに対してゆうきくんがもうしっかりと、もうね、いっぱい入れてます。後ろ、後ろいっぱい入ってます。9連鎖ダブル、セカンドが間に合わない。ふぅ、疲れた。さあ、気づけば2本リードしているゆきくんであります。さあ、お互い黄色からの連鎖。今のお気ミスじゃない、リベさん。だって緑ダブル来てるし、痛いな、辛いな。まぁ、ちょっと、一歩取り返していきたいですね。ちょっと冷静に一本取り返していきたい。さあ、単発に対して。さあ、どうだ?でかい。3ダブ4連に対し、6連鎖で対応。うまっ、しっかりね、6連対応やばない6連対応持ってる小学生やばない。さあ、10連鎖本戦に対して、うわっ、この赤と黄色のつなげ方うまっ。謎ぷよ得意じゃん、めっちゃやばすぎ。悠々返していく。なんかマルチめっちゃあっての10連鎖。10連鎖で7万ってやばない？ 10 連鎖7万はやばいな。さら、薩摩さん、薩摩源さん、いらっしゃい。親衛隊。これはゆうきくんです。実は野良介親衛隊さんはゆうきくんなんですよね。いやー、ゆきくんの連鎖日いいねー。めっちゃいい、めっちゃなだれ好き私。さあ、2連鎖に対してしっかり2連鎖で返していく。やっぱね、2連鎖目をね、連結にすることによってね、やっぱね、1個でも2個でも振らしてやろうっていうね、心意気すごいです。さあ、あ、コンセント見せかけて、これ7連鎖 ?7 連鎖最速に対して、リベ選手が、めっちゃ短くまとめた10連鎖 ?10 連鎖だったかな。マルチの連鎖だったから、ちょっとね、本戦間に合わずですね。これキープ乗せておきたかったですね。ゆうきくんとしては、まあ、キープ乗せておけばよかった。みたいな、まあ結果論ではありますけど。さあ、4-0だったが4-1と、まあリベさんが待ったをかけていきました。少しだけ心のゆとりができたかな。単発、お互い単発で牽制し合っていく。さあ、この青をどうか。なんだこれ。おお、最速、すげえ。4連鎖で最速していき、5連鎖対応している間に本戦を割り込んでいく。これうまっ、このつるかめうますぎやろ。連鎖日うますぎ。10連鎖に対して、え、でもこれ、ああ、つながってない、終わってしまった。
ごい、もう勢いがすごい。ゆうきくんおめでとう。ゆうきくん冷静沈着王子すぎる。ともくん